どうも、なおちんです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。ヤマトの必殺技、雷鳴八卦を空中で使うとダメージが上がるらしいんですよね。ちょっと試してみましょうか。ワノ国を開国するんだ。それではまずは地上で雷鳴八卦を打ってみましょう。スキルは何もつけておりません。まっさら状態ですね。これでどれぐらいダメージを与えれるのか。多分1ゲージの半分ぐらいじゃないかな。では行きます。あー、半分以上いったな。あ、結構やっぱダメージあるね。おー、1ゲージのまあ7割か8割ぐらい、それぐらいのダメージが入りましたね。では次、空中でやってみましょう。それでは続いて空中で打ってみましょう。もちろんスキルは何もつけてませんね。さっきがまあだいたい8割ぐらい、1ゲージのね8割ぐらい与えたので、それがどれぐらいになるかですよね。空中で打ってみましょう。いきます。あぶね。おお、ちょっと待って。嘘、嘘。あのねダメージが倍ぐらい与えてるぞ。いや、倍だわ。そんなに違うんだ。それでは続いてフォルムチェンジをしてから、雷鳴八卦をやってみましょう。スキルはもちろん何もついておりません。これフォルムチェンジでも適用されるのかい？されそうな気はするけどね。さあ、まずは、通常地上でね打ってみましょう。どうなる？あ、こっちの方がダメージ少ないんだ。あ、フォルムチェンジの方がダメージ少ないわ。なるほど。まあそうか、パワータイプとスピードタイプだから、やっぱパワータイプの方がダメージはあるか。いやー、こっちの方がねエフェクト派手なんですけども。なるほど、そういうことか。それでは続いては空中で打ってみましょう。もちろんスキルは入ってません。さっきが7割ぐらいだったね。1ゲージの7割ぐらい。さあ、空中で打つと変わるのか。多分変わると思うんだけどもね。いくぜ。おお、はい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 。全然違う、倍だわ。なるほどね。ヤマトの雷鳴八卦は空中で打つと真の力を発揮するんだね。あ、これ全然違う。それでは続いては伯爵を打ってみようと思います。スキルは何もついてませんね。 OK。 あれも地上と空中でダメージ変われば面白いよね。どうだろうか。まあ、とりあえず地上で打ってみます。あぶね。これもともと超火力だからね。どんぐらい減る？おー、なんだなんかすげえ最後減ったんだけども。はいはいはい。まあ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 、これぐらい減りました。空中で変わるかな。では続いて空中で打ってみましょう。スキル何も入ってませんね。いや、最後の2回はあれ何なんだろうな。ぶっ飛ばしのダメージかな。まあとりあえず空中で打ってみます。変わるかな。どうだ。あー、伯爵はね変わんないや。うん、まあまあ変わったとしてもほんと若干。雷鳴八卦はもう目で見てわかるんだけども、伯爵はねそんな変わらないっぽいですね。あ、なるほど、これ雷鳴八卦だけか。そういえばフォルムチェンジ中の必殺技もありましたね。これ見てなかったな。一応試してみましょう。スキル何もつけてません。いくぞ。まずは地上。あー、まあまあこんなもんでしょうね。うん、これぐらいのダメージじゃないの。では空中変わるかな、変わらんかな。それでは続いて空中で打ってみましょう。必殺技はまあこれぐらいだからね。どうでしょうか。上がってくれたら嬉しい。いきます。どうだ。あ、なんかね、打つ前に若干ダメージが減ってたんで、うん、こんな感じになってますけども、ダメージ変わんないね。一緒。うん、やっぱり雷鳴発見だけっぽいですね、空中で進化が発揮されるのは。はい、ということで今日はコメントありがとうございます。ヤマトの雷鳴発見は空中で打つと進化を発揮します。ダメージが倍になりますね。で、他の必殺技は空中で打っても特に変わりはないっぽいです。はい。ぜひ空中から雷鳴発見してみてください。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。